イギリスガーディアンによると、韓国のサムスン電子が年度報告書を発表しましたが、中国の下請け業者100社に対して第三者機関による調査を行ったところ、労働基準法違反が多く見られました。最も多いのは超過勤務で、他に仕事環境が安全規定の基準を満たしていないなどもありました。労働者は超過勤務しても残業手当が支給されていないとのことです。フランスの金融雑誌、 キャピタルニュースの報道です。国際的コンサルティング会社ベインカンパニーの調査によると中国の民生消費市場において中国ブランドの方が海外ブランドより優勢に立っています。およそ6割の外国企業の中国での市場割合が低下しています。飲料、化粧品、育児用品、家庭用洗剤から携帯電話に至るまで中国の消費者は比較的に安価な中国ブランドを選ぶ傾向にあるため 外国企業の経営は、ますます苦境に陥っています。アルジャジーラの報道です。香港の住民投票では、80万人が投票しましたが、中国当局への不満を投票で表しました。香港が中国に返還されてから続いている中共の圧生は、多くの若者の心を中国大陸から離れさせています。中共は、結局、若者世代を対立面に押し出してしまい、 これによって市民の強烈な反発を招くことになります。香港アップルデイリーの報道です。7月1日の共産党総研備前夜、中国共産党中央軍委員会の徐才高元副主席が職権乱用と汚職容疑で司法機関に移送されました。徐才高は中共政権樹立以来汚職で失脚した軍最高位の将校で。 この件から軍の腐敗がどれほど深刻化しているのかが伺えます。新東人テレビがお伝えしました。